大明は、中国語冠末期から三国時代の政治家。徐州東海軍探検の人。字は、慶京。子は、王宿。老いは、王妻びらか。孫は、王元姫。三国史義士、逍遥か、大明殿に、つてがある。義略によれば、元の意味名は元であったという。なお、右近を早々に推挙した、同姓同盟の別人がいる。 啓書に通じており、老中を経て、旧県庁となった。養子を死と仰いでおり、養子が死去すると勘を捨てて故郷に戻りもに服した。高連に遂教され、三考の府へ昇平されたが、出資しなかった。その後、死子の刀県に、死月祭として遂教された。やがて地中に取り立てられ、別賀の彫育とともに刀県を補佐した。当時、県定は、 長安により、関東は、平乱で混じれていた。大明と長育は当県に対して、朝廷使者を派遣し勤労の姿勢を示すべきだと、進めた。初大政4年、県定はこの忠誠を合して、大明を、要州の会計大使に任命した。大明の、家電によると、当時の会計には、旗の始皇帝を古来より祀る風習があったが、始皇帝は、 徳のない君主だからという理由でこれを廃止させている。会計大使として勤務した4年間で、民を慈しんだという。またこの時期、友人の巨星が非合を求め大明の下を訪れ、身を寄せている。懸案元年、劉陽を破った孫作が、会計に進出してきた。高想の御本が逃亡を進言したが、大明はこれを却下し、 元の単陽大使の,の州の協力も得て、古領で孫策の進撃を防いだ。孫政殿によると、大明は固く守って孫策を苦戦させたが、孫政の策によってサウナ手におびき出されると孫策軍に大敗した。また州は切られた。大明は城を放棄し船で東野に逃れたが、孫策が追撃をかけてきたため、さらに大敗した。 このためついに、大明は孫作に投稿し、幸福が遅れたことを素直に謝罪した。孫作も、大明が、儒学教養豊かで、謙虚な人物であったため処刑せずに許した。その後は一族を抱え困窮したが、道義に基づく行為は、きちんと行った。懸案3年。 大明は曹操に召し出されたため極和から出発し、長江や海を往来しながら数年かけて都にたどり着いた。公うは、大明が到着に時間を要していることを心配し、手紙を送って移動した。都に到着後、曹操から、管義、大部、三四空軍事に任命された。関心春秋によると、孫策の性格を尋ねられた。大明は、孫策は、 大きな野心と優れた人材を有しているため、一回の俗では終わらないでしょうと語った。大明の家伝によると、大明が若い頃に付き合いがあった人物の中に、龍明という者がいたが、早くに亡くなっていた。生前の龍明と曹操は敵対していたため、曹操は龍明の遺族に辛く当たっていた。しかし、大明は、 竜明の遺族を会計においてかくまっていた。会計から帰還後、大明は曹操を何度も説得し、劉陽一家の社名を曹操に認めさせたという。また孫作に手紙を送り、劉陽の遺族が害されないよう依頼もしたという。検案18年、義が反族として政権が樹立された時には、上昇三軍採取に就任しており、また、義軍大使を兼任した。 さらに昇進して、昇婦、笹ぐつね、代理を歴任した。代理としての仕事ぶりは、寛容を胸とし、罪に疑義があるときは軽くするよう取り計らった。その方の運用ぶりは、商用と並び称賛された。儀略によると、かつて会計において、米の飯を節約したことを早々にからかわれたため、 王明は、かつてのように節約すべきでない時に節約したことと、今の曹操のように節約すべき時に節約しないことは全く異なると反論した。また、曹操は、なぜ孫権が、漢王朝に侵入するのかわからない、貢物を送ってきたことについて、意見を求められると、孫権は、過去の過ちを補うために、漢王朝に忠誠を示すような姿勢をとる。 東西部が侵入した後、京州南部や駅州は義に屈服するだろう。情勢は決まり、刑事は続くでしょうと述べた。信康元年2月、曹操が亡くなり、曹飛が義王の位を継ぐと、大明は、御史大部へ昇進し、安領抵抗に封じられた。民への恩愛と寛容を第一にする統治を、心がけるよう上層した。 検定が総秘に定位を前上しようとすると、総秘に、それを受けるよう進めた。総秘が即位した後の揮発元年11月、女子大部の官は四空に解消された。学平抵抗に昇進した。この時、昇陽、花、大明という曹操以来の名神が参考となっており、総秘は、この参考は一代の偉人であり、 後世でこれを継ぐことは難しいだろうと言った。葬儀はよく狩猟を楽しんだ。しかし大明は上奏し、帝王の心構えを解いて、資料にかける行為は慎むよう還元した。葬儀は、古代の帝王と昨今の情勢において、部の道を尊ぶことを否定すべきではないとして、これに反論した。偽名真相によると、大明は、 経費の節約と労力の削減を説いた上層を行ったという。また、かつて代理であった時に主母であった、超昇の功績を、揮発年間に今度は、商用と連名で検証し、その忠義と職務熱心さを総費に認めさせ、超昇を、不都官令に引き立てたという。侵入していたくれと、それに敵対する職官の間で戦闘が起こると、総費は、 孫権と協力して劉備を打つため出征しようとした。大明は、まず孫権が動いてからにすべきですと述べ、軍を動かすことに消極的な意見を述べた。起発3年、孫権がこの孫斗を上京させようとしなかったため、総費はご性罰を考え、巨匠に移って出陣の準備を始めた。大明は、現時点での出陣は、軽はずみで、 無駄が多いのではないでしょうかと還元した。総儀は結局計画通り出陣したが、呉に敗れて撤退した。起発4年、高官たちに対し、優れた人物を推挙する要衝直が下されると、大明は要票を推挙した上で、自身が病気と称して、要票に地位を譲ろうとした。総儀は要票へ参考に次ぐ地位を与えるとともに、大明にも、 職務へ復帰するよう要請した。大明は、命令に復し復帰した。起発7年5月、総費がなくなり、孫栄が即位すると、大明は、乱量校に昇進し、500個の画像を受け、所領が1200個となった。孫栄に対しても、労役や、出費の軽減を愚心した。同年12月、首都に転任となった。孫栄が、 後継に恵まれないことを有料する上奏をしたところ、創栄から感謝された。大明は儒学に通じ、易教春秋、公共、主来のつてを表した。このため上奏や、議論などの著述のすべてが世に伝わった。生死6年、双方の第二、大明の液伝は、管理東用の受験科目として採用された。また、職にいた旧知の巨星に手紙を送り、 諸葛亮に真珠を促すよう依頼しようとしたが、虚勢がすでに死去していたため返答はなかった。後に、諸葛亮は、陳軍ラタノギの高官からの幸福勧告の手紙と、まとめ、正義と題して、反論を公表している。大和二2年11月に死去。死亡は、成功。早期の時代に、その所領を分割して一死が劣行され、さらに、 大明の願いにより追い戻り立てられている。子は、大明が、会計大使であった時に生まれ、後に、柴氏へ接近し、柴明に娘を嫁がせている。生死四年秋七月、双方は招直を下し、曹操の病庭に、後進二十人を祀った。その中には、大明も含まれている。その文章について、陳林は、長広氏に送った手紙で、 こちらにいる、大明殿、そちらにいるあなたと、長尚殿に、私などは、到底及ばないという胸を述べている。王鎮の、儀書では、才能と学識はズバ抜けており、性質も厳格で、礼儀正しくつつましく、施しを良くし、弱者を哀れまない強者を批判したと評されている。三国史の偏者である鎮守は、大明を一代の春傑として称え、 その学識と文才を称賛している。一方で、施設信号特攻編には、一度除名して、連れに加えた男性を見捨てようとして花にたしなめられたことから、世間において花、より劣っていると見られていたとの逸話が載せられている。小説、三国志演義では、原白子と共に、孫作に敵対するも破れるという、凡庸な大衆の一人として登場する。その際、 部下の愚本から孫作と和平を結ぶべきと言われ、激怒したため、愚本に時代遅れと言われ去られてしまう。後に、曹操の家臣の一人として登場し、花と共に三脱に加担する。また、諸葛亮の北伐で敗れた、加古茂の代わりに、宗臣を推挙。そして、宗臣の軍師として76歳の高齢を推して出陣し、 諸葛亮に論戦を挑むも敗北する。その際、三奪者に加担した過去を厳しく咎められたため、その恥と衝撃から噴死してしまっている。ありがとうございます。